演舞開演。どうも、本日はこちら京の茶団子というものを食べてみたいと思います。京都の名家といえば八橋が真っ先に思い浮かびますが、この茶団子もそれに続くぐらいの人気があるんですね。なんだか裏面にすごい新質感のことが書いてあるんです。その日のうちにお召し上がりください。最高では結構厳しいですね。それだけこだわっているということなのでしょうか。では多分中学ですね。では開封。タイムリミットはもう始まってるって感じですね。中身はこんな感じになるんですね。ではいただきます。味も弾力もこれまで食べてきた団子とは違います。開けた当初はこれだけ食べられるかなと思ったのですが、食べてみるともちっとした食感とさっぱりした甘さ、濃厚さの抹茶が口の中でうまい具合に掴んで広がってとっても美味しかったです。ではお茶の都京都、茶団子も本当に美味しいですね。なのでこちらを点数とさせていただきます。もっと言います。春の朝、春の朝、団子を食べて満足や、まさに今のこの状況じゃないですか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方は。